はい、中年オタッキーです。クリスマスも間近ということで、ちょっと今日は BGM を変えてクリスマスの時期以外に見ている方ごめんなさいね。ちょっと季節感もね出していこうと思います。今日はね、以前の動画でも、案内しました、このタロン35、の紹介をやっていこうと思います。結構ねいい写りしました。結構ね昭和30年ぐらいの、カメラになりますけどね。それでは本編スタートしてまいります。はい、このタロンなんですけども、一応戦前からあるメーカーでね、シャッターを、もともとシャッターをね、作ってた、メーカーみたいですね。で、ここにね、NKSMX って書いてありますけども、これ NKSMX って書いた、カメラ結構ね、二眼レフとかでもよく見かけます。安いシャッターユニットとしてね、結構ね、たくさん、の種類 の、 カメラに搭載されたみたいですね。レンズシャッター、を戦前から作っているみたいで、マミヤとかにもね搭載されているみたいです。で、このタロンというメーカーなんですけども、一応二眼レフとかも作ってたみたいで、もともとタローフレックスっていうねカメラを作って、タロー、なんかタローさんっていう名前をつけてタローフレックス、ってつけて、ほんでまあタロンになった理由はその運がつくと、タロンに運をつけてタロンになった。またキャノン、ニコンに対抗したっていう説もあるらしいです。で、まあ1960年代ぐらいにはね、カメラメーカーとしては、姿を消していく会社になりますが、現在も会社は、存在しています。現在はね、柳原コーポレーションっていうね、会社として残ってるみたいですけども、もう何も作ってないです。なんか不動産とかをね、取り扱ってる会社になっているらしいです。まあ会社としては存続してるけども、カメラ作りはもうやめちゃ、物作りはやめちゃったって感じですかね。で、このタロン35なんですけども、この NKSMX っていうシャッターユニットを作った時に、このシャッターユニットをその搭載したカメラを作ろうっていうノリでなんか作られたみたいですね。で、レンズがね、富岡光学製の、ルーザーっていうかな、これ、ルーサーっていうかな、45mm の F2.8 が搭載されています。で、年代的にね、もう昭和30年ぐらいなんでね、レンズコーティングとかはありませんで、今から作例を紹介していきますけども、ご覧のようにね、ちょっと非常にシャープな写りも、さすがね、富岡光学っていう感じですね。古くてもね、富岡、素晴らしい写りです。ただ、レンズに直接ね、太陽がね、入り込むようなね、この写真、そのコーティングがないレンズということでね、フレアが広がっておりますね。これ新品の時でもそんなに差はないんじゃないかな。ただ、このレンズね、このカメラ自体も和高様からねご提供いただいたカメラになるんですけども、レンズすごいいい状態で、ご覧のようにね写真非常にシャープになってます。これ一応レンジファインダーということで、ピント合わせも20像で行うということでね、ピント合わせの精度もしっかり出ておりますし、このカメラなかなかですね。で、シャッターユニットはね、その安物のシャッター、メーカーということで、300分の1までしかありません。で、絞りもね、これ16までだったのかな。16までしかなくて、この当時低感度フィルムしかないんで、このぐらいで大丈夫だったんでしょうね。で、結構ね、凝った作りになっておりまして、この、生誕のね、何ですかこれ、フィルム厚板か、もう金属製で結構ね綺麗な仕上がりになっておりますし、この内側のなし地もまだまだ綺麗ですね。で、加工精度が高い、これ削り出しですか、これスプロケット削り出しですよこれね。なかなかだと思います。これ今作ったらものすごい金額になるんじゃないかな、削り出しのスプロケットなんかね。で、
そのタロンっていう会社がなんで傾いていったかっていうことなんですけども、昭和36年かな、キヤノンからキヤノネットシリーズが発売になったんですけども、このキヤノネットシリーズを分解した、僕分解とかしたことあるから分かるんですけどね、部品点数がめちゃくちゃ少ないですね。それに比べてあのタロンさんはね、これ部品点数がもうね見るからに多いです。もうね、あのコスト的に対抗できるものではないですね。スプロケットだって削り出しですしね、まあそんな感じでね、あのコスト的に、勝てなくなってね、カメラから撤退するような形になっていってたんだと思います。はい、でね、このタロン35なんですけども、流通量としてはすごく少なくて、相場っていうのはね今一つ、ないような状況になりますが、あったとしてもね、その富岡のねルーザーっていうねちょっと名曲がついておりますんで、結構値段は高くなっていくと思います。まあね、さすが富岡光学っていうかね、その古いレンズでもねしっかりした写りになってますね。もう感心しました。勝坂さんのね協力が、あって、ここのねこのカメラのテストできました。本当にありがとうございます。はい、今日のねカメラ紹介はここまでになっていきます。でまたいつもの写真の紹介になってまいりますね。今日誰から行くのか、高川さんか、高川さんの、作品から紹介してまいりますね。この写真なんですけども、カメラがニコン F100、レンズが AF ニコール 50mmF1.4、フィルムがね、早くも、出ました。富士フィルムのアクロス2ですね。アクロス100-2、ということでね、まあ、アクロス100のね、写真ちょっと初めて見るんですけども、イルフォードがどうやらイルフォードが製造してるのではないかということで、もっとね、ガンガンハイコントラストなのかと思ったら、案外柔らかい調子にも見えますね。そこまでギンギンにハイコントラストではないですね。これクリスマスのね、飾り付けをね、してるね、あの作業員の方のね、写真。撮っておられますけども、これ光線状態は曇りなのかな、ちょっとね曇り、はっきりとした光はなさそうですね。もうちょっとねはっきりした光でテストしてみたいとも思いますけども、アクロス2のね写真、高川さん早速、送っていただきましてありがとうございました。はい、次はね、竹蔵さんの写真を紹介してまいります。竹蔵さん、今回はね、ドール写真を2枚。これ、可愛らしいね、お人形さんの写真を2枚紹介してますけど、カメラがね、プリモフレックスの 5A、フィルムがね、富士フィルムのね、ブロニーの、ベルビア100ですね。で、1枚目の方はね、太陽がね、レンズに入ってますね。逆光、まあ、太陽が入ってると失敗でしょうかというコメントを入れてきてますけども、このカメラに限って言えば失敗かもしれないですね。プリモフレックス 5A、まあ、レンズのコーティング的にも古いものになります。太陽をレンズに入れるような状況にはちょっと耐えれないような感じですね。フレアが大きく広がってしまってますけど、まあこれはこれでいいんでしょうけどね。で、2枚目の方はね、ちょっと太陽が出てなかったみたいで、ちょっと色温度が若干下がっておりますので、リバーサルとしては、まあ補正がしたいとこですね。これちょっとね、実はね、僕補正にチャレンジしたんですけど、 iOS が新しくなって色温度を上げれないんですよね。これもったいない写真になりますけどね。リバーサルはね、曇りの日はね、フィルターをかけてね、色温度上げてやるか、補正を、まあデジタル的に補正をしてね、色温度上げてやるかしたらいいと思う。これ結構ね、綺麗な写真になってると思うんで、武田さん、色温度を上げればこれいい写真になると思いますよ。リバーサルの写真なんでね、デジタル的にね、色温度上げるのは全然ありだと思います。はい、で、次ですね。次へは、夢旅人さんの写真を紹介してまいりますね。はい、
1枚目がね、これ超希少なカメラ、キャノン T80、レンズがね、AC3570、F3.5 から 4.5、富士フィルムのカラーの100ですね。で、2枚目がね、EOS 6D、レンズが EF35 から 1.35、F4 から5.6、これでね、あの1枚目と2枚目全く同じ構図で撮っておられますけども、レンズ的にはこれ僕は色的にはそのフィルムの写真の方が好きですね。ちょっと赤みがかってるのかなとも思えますけど、これレンズの差でしょうね。AC の3570ということで、まあ巻きレンズなんでしょうけども、僕的にはこれネガの写真の方が、デジタルよりもネガの方が、レンズの差かな、ちょっとはっきりはわからないんですけども、ちょっと赤みがかった色が非常に印象的に見えると思います。貴重なカメラでね撮影していただき、夢旅人さんありがとうございました。次が369モノクロームさんの写真いきますね。369モノクロームさん、今回はね、ちょっと面白い写真ということで、多重録音の写真。これ、どうなってるんですかね。1枚目の墓標の写真に、教会のてっぺんみたいなのが重なった写真になるんですかね。これ、どうやったらこの多重録音になるのかちょっとはっきりわかんないんですけども、これカメラのトラブルですか、それともわざとこれできるのかな、こんなことをね。ちょっと面白い写真になっています。十字架が重なってね、ちょっと印象的になってますね。これ飾っても面白そうな写真になりますね。カメラがね、なんだっけ、ベッサーか。ベッサーの、でレンズがズミクロン 50mm、ベッサー R2 振動ズミクロン 50mm、で撮られておりますね。フィルムがアクロスということでですね、旧アクロスの方ですね。はい、369、モノクロームさんありがとうございました。はい、次がねサファイアさんの写真いきますね。1枚目がねニコン F3、レンズスーパータクマ 55mm F1.8、コダクカラープラス200ということで、これ、M42 マウントのマウントアダプターで撮られてるのかな。で、2枚目が、ニコン F3、ニッコール 28mm F2.8 コダクカラープラス200、どちらもカラープラス200ということで、赤が特徴的にね、コダクのフィルム、ちょっと赤が特徴的に出ると思うんですけど、サビシリーズということで、サビの赤をね、うまいことね、表現してる写真だと思いますね。2枚ともね、いい感じですね。で、1枚目がタクマ、2枚目がね、ニッコール。やはりね、そのニッコールの建物の奥の方の写真を見ても、やっぱ、その、軽トラックの写真とかも画像を見てもものすごくシャープに写ってるのが、ニコールの方がやっぱシャープに写ってるのが分かりますね。これタクマはどっちかというと人物とかネイチャーフォトに向いてるんですけども、まあこれもまあいい感じですね。このサビの部分がねしっかり、表現されております。はい、サファイアさんありがとうございます。次がねオールドマンさん、オールドマンさんの写真。オールドマンさん今回は前回キスデジか、初代キスデジで撮って流し撮りされてる、今回はEOS キス7か、フィルムカメラで撮った写真になりますね。タムロン、7300A005、富士フィルムスペリアエクストラ400、で2枚目がね、オリンパスの OM1、シグマズームカッパー2、7210F4.5、スペリアエクストラ400、どちらもスペリアエクストラ400で、1枚目がね、新型のスープラですか、これ、のワークスマシンかな。で、2枚目がね、AE86 のトレノのね、写真ですけどもね、これ見事ですね、特に2枚目、これ絶妙に流れてますね。これ本当に流し撮り初心者かっていう写真になってます。うまいこと撮ってますね。もうドンピシャっていう感じです。なんかレトロな
急車を撮ろうと思って行ったけどドリフトの写真になっちゃったということで、いや全然ドリ車で大丈夫ですよ、これいい写真になってます。はい、オールドマンさんありがとうございます。次がね、一都市級さんの写真ですね。一都市級さん、今回はカラー写真、コダックゴールド200で、どちらも撮られております。1枚目がニコン EM、シリーズ E35mmF2.5、2枚目がニコン EM 同じく、でマイクロニックオール 105mmF2.8S ということでね、特にちょっと2枚目注目してますけどね、これこれ何ですか、落ち葉がこう凍ってるんですかね、これをね、開放付近で撮られていることでね、ピンポイントにね、真ん中にピント合わせて、これね、印象的な写真になってますね。ここ凍ってるんですよね。すごい写真になってますね。で、前後がボケて、これ面白いボケ方してますね。ちょっと、右斜め下はちょっと解像度が高くて、左斜め上も解像度が高いという、ちょっと面白い写真になっておりますね。はい。一都市級さん、ありがとうございます。次が、これ、清水さんの写真。清水さん、1枚目も2枚目も同じく、ミノルタのユニオマット2。フィルムがね、富士フィルムの記録用100ということで、このユニオマットなんかジャンクで、買ったのかな、フィルムカメラ、初めて買ったフィルムカメラユニオマット2。レンズが曇っていて、これユニオマット2ってちょっと持病がありまして、後ろ玉がね、すごい曇りやすいんですね。で、僕もユニオマット2持ってるんですけど、僕のやつはね、後ろ玉外したらね、なんかね、もう、本当にレンズクリーニングペーパーでね、アルコールですか、を使わずともね、汚れが取れたんですけども、これは取れなかったということで、ちょっとね、フレアが広がってますけども、まあ、これはこれで味のある写真になってるんじゃないですかね。クラシックカメラの類になりますけど、クラシックカメラはね、もう完璧を求めてもしょうがないんで、ある程度で諦めるっていうのは重要だと思います。これ十分な写真だと思います。これね、結構いいレンズなんで、いい色が出てますよ。僕もね、ユニオマット2、ユニオマット2の、ね、色付け、生きてて、その露出精度も抜群に正確なんで、いっぺんリバーサルでも撮りたいなって思っているようなカメラです。ただ、プログラムマニュアル機、手動プログラム機でね、背景ボケとかのコントロールがあんまりできないカメラではあるんですけどね、まあいい感じで撮れるカメラになってますよ。清水さんありがとうございます。はい、今日はこんだけだったのかな。1、2、3、4、5、6、7、8、間違いないね。最近ね、ちょっとね、視聴者様の写真の投稿の数が増えておりまして、できるだけね、ボツをなくしてね、すべて、紹介していこうっていう感じでいております。で、今日は8人の方がエントリーしていただきまして、ありがとうございました。作品ね、どしどし募集しております。年末年始も一応受けておりますんで、ただ、動画の本数が年末年始少なくなっていきますんで、もしかしたら紹介するタイミングとかが変わっていくかもしれません。で、今年の動画なんですけども、もう一本作れたら作りたいですけどね。まあ、年末ちょっとね、長距離移動して帰省とかもあるんで、もしかしたらこれが最後になるかもしれませんが、一応ね、もう一本作りたくと思ってます。もう一本作るんだったら、このヤシカエレクトロ 35MC の紹介、もしくは、こいつですね、コニカ1型の写真が紹介できれば面白いかな。一応フィルム取り切ってね、もう現像を待つだけになってるんですけど、家に帰ったら現像できるんですけど、果たして現像する時間があるかどうか、ということにもあるんですけどね。はい、今回はね、こんな動画になります。クリスマス気分で、ね、BGM だけでも味わっていただけましたかね。
ちょっとしょぼいんですけど、そんな感じでね、あの次の動画またお待ちください。今日は最後まで見ていただきありがとうございました。この辺にね、またチャンネル登録ボタン、出てまいりますんでね、まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録していただければと思います。で、まあフィルムカメラはメインで言ってますけど、デジタルカメラものネタもぼちぼち、上げたいと思ってます。はい、それでは次の動画お待ちください。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画で、お会いしましょう。それではまた。